はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター4からですね、スタートしていきたいと思います。始めていきましょう。突然血を吐き混沌したレオン。サクリフィシャルラム、 You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. タイムリミットは夜明けか。結構ボートの中にも水が溜まってるけど、その中で倒れてたの。だいぶ寒くないか。とりあえずボート小屋に着いたな。ハニガン。Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right?Yeah. 無事じゃねえよ、クソが。 Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. 何にもなくてって。Roost out. 問題ありありだよ。チャプター4。あ、警官か。ここまででも運ばれたんだね。でも殺されたのはもうだいぶ前だから、ずっと死体を。ガンパウダー運んできたのか。これ誰？ちょっと暗くて見えない。ここはまあこれだけかな。いや外暗。地図、こっちのくぼみなんかありそうだね。なんか声聞こえる？村人の。お、スピネルだ。やった。ちょっともうだいぶやっぱりアイテムが圧迫しすぎてるからな。ライフルで狙えるんだったらちょっと狙っていきたいよな。いきなり接近されるとでもライフルは対応できないからな。お、またスピネルだ。ここら辺からちょ、暗くてやっぱ無理だ。わからん。ちょっと二股に分かれてんな。右か左かっていう。ん？どうなってる？なんだ？めっちゃ喋ってんだけど、あれどっちだこれ？あれこっち来ちゃった。戻ってきてしまった。どっちだこれ。暗すぎてわかんねえ。こうのこうか。あ、でここくぐって、あ、これ多分あれだ、プラが覚醒するやつだ。うわ、やっぱりか。これこそ早くすぎでしょ。ライフで撃ち抜く。強っ。しかちょ待って待って待って、ちょ待って待って待って、死ぬ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 、普通に死ぬ。これしかない。ちょ待って、失敗したな。ちょ待って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 ください。あ、倒した。ナイフで倒した今。こいつも多分ね、覚醒するんだよな。ほらちょっとターンは読めたけど対処はできない。で、あ、ここなんかあんな。教会の鍵。これ特になんか台座にアイテムがあるというわけではない。ここら辺からなんかまた狙撃できねえかな。おお、ベルベット。結構なんか宝石系があるね。
お、びっくりした。普通の宝石系ってもしかしてランダムで落っこったりする？てかなんでさ、こんなさ、よくわかんない洞窟みたいなところにさ鍵があんの？え、なんかアシュラ像みたいなの、教会で見たマーク。鍵取れない今。この手が怪しいよね。いや、なんか置くんか持ってねえな。こっちに行けんな。It's the lake. 湖。え、あ、ここ印があったちって上にもあるな。ここてか湖広、どういうあれ地形になってんだ。湖を中心にこっから来たんだよね多分。こっからこう来たのか。で今ここにいて、じゃあここにつけて、あと普通にさ、ここにさ宝があるんだよね。あとこっちにも。で前回もうちょっと逃げ帰っちゃった。ここも探索したいは探索したいんだよな。探索する時間あるかな。2つの地点を調査する。あ、だから鍵店に入れるのまだ先だな。お、これは、お、祠の古鍵いただいていきます。これで祠開けられる。使い捨てではないよね多分。お、依頼書。黄金の卵、金色の卵を手に入れてくれ。なるほど、金の卵を売却。場所は特にしてなし。スピネル3つ。まあまあ美味しいな。要は金でしょ、簡単に言うと。あ、行けるな。ちょっと待って、多分まあ次ここ行けってことなんだけど、え、探索したいっす正直。ここまず行って、ここ行きたいでしょ。でこれ普通に行きたいよね。でここも行きたい。で上は多分まあ下行った後かな。こっちってなんだ、湖畔の集落来てるけど、祠がある、トレジャーがある。あれ、湖畔の集落ってどこのことだ。森があるんだけど、これさ敵出てくんの。めっちゃ雨降ってんな。ここがあれかな、宝のなんか体当たりして2つあったよね。まずこれ、あ、アレキサンドライト、いいものっぽいな。素材 L から、こっちか、レッドナイン。え、マジで。俺さ、これ買ったばっかだよね。で、そもそも入んねえし。ちょっと待って、一回、ガンパウダーがあるから、5個。で、5個。これで開いたでしょ？ちょっと一回やって、で、これこっちに持ってきて、ちゃちゃちゃと。これ出ていけるかな。あ、ちょっと待って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 、どうなってる。あ、いけた。レッドナイン攻撃力どれくらいだ。一応装填数5発か。高い威力を誇るハンドガン、ゲー。手に入れたけどさ、パニッシャー売っちゃおうかな。ハンドガン2つ持ってる意味はないよね、どう考えても。とりあえずパニッシャー打ち尽くそうじゃ。え、じゃあスピネルさ、無駄にした？いや、でも金に換えられるか。二足三門っぽいけど。あとさ、右に行きたい。地図で言う。あれ、どっちだ？もうちょっとこっちか。どこだ？だから。樽が浮いてるやつって、これ体当たりすればさ、金が手に入る。あ、ここっぽいな。鶏がいっぱいいんだけど。卵プリーズ。ここ卵落っこってんじゃね、金の卵。誰か産み落としてくれ。これ茶色か。え、これは、お、金。っていうかさ、
だからちょっと黒くない？金っていうよりは高値で取引されている。まあ体力はまだ減ってないから、ここ結構卵産んでくれそうな地点だね。でベルベットか、ベルベットも単純に今日卵めっちゃ産んでるし、まあ金の卵は多分あれかな、普通にイベント系として置いてある感じかな。また来よう。じゃあでちょっと本当に申し訳ないんですけど、こことここを探索したいです。石の台座はまだあれか、こっちか。でこっちは多分進む感じだよね。あ、樽がある。金、金もでもそれなりだな。マシンガン買ってもいいかもな。樽樽ん、ここなんか入れそうだけど、なんだ、明かりがあるけど、どこへ通じ、タルタルだらけ、タルタルタル、おお、釣られている俺、大丈夫か。このまま落ちて死ぬとかいいこと言えなかったな。もうめんどくさい。どこへ出た、あ、こういう感じか。あ、でここ何、これマジでどこだ、今度一回こっちに行きたいんだよな。こんなさ、移動できたっけ、従来のバイオ4って。多分こっちに接舷してストーリーを進めていくんだけど、ちょっと俺はまだ、あ、ここ、あそこか。降りたいっす。ちょ、難しいんだけど。武器商人のところでしょ。これ上登ると武器商人がいるところなんで、じゃ金の卵一回売っちゃおうか。ウェルカー、ベルベットブルすげえいっぱい持ってる。金の卵売ります。9000円とかめちゃくちゃ高値だな。で、スピネル3、トレードどうなってる？うわー、いっぱいある。高倍率スコープ、ライフル系と一部の、あ、これ欲しいな。3段階か。 TMP をストック、あ、これも欲しいな。くぼみのある仮面、宝石と組み合わせ、これ売れるな。アタッシュケース、いや、こっちだな。しかも素材 L がドロップしやすくなるってすごくないか。あと3つか。ちょっと次これだな。で、パニッシャー12,600円で売れんだ。レッドナインより安いじゃなくて、レッドナインの方が安いな。改造値を見てみよう。 1.5 か、デフォルト 1.5 か。ちょっとパニッシャーは一回打ち尽くそう。ライフルの弾もなんか一枠開けときたいな。ちょっとすいません、探索をさせてください。今回はあっちまだ敵いるのかな。てか雨めちゃ強っ。ここのまずあれを全部壊したい。手榴弾何個ある？4つか。あ、これそのまま下に降りるんだね。敵がどうなってるか、いなくなってくれてればマジで嬉しいんだけど。で、ここは恒例のこれ、ほら行け。で、これいちいち開けなきゃいけないの、ボルト用って。超めんどくせえなそれ。ボルト意外にでけえしね。いや、ボルトどうしよう。ちょっと今のところここに置いておこう。
ちょっとパニッシャーとレッドナインが被っちゃってるからな。で、右側に宝石があるな。いや、ここ敵いないっぽいな。これはいいぞ。めちゃくちゃ回収しやすい。ちょっとアイテム回収します。うわ、待って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 。危ねえ。はい。で、ガンパウ。ガンパウ。今どこにいる？どこだ？かねえ。なんか難しいな。あ、あった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 。これか。ちょっと待って。下に落ちた。え、どこに落ちた？多分下だな。これ下に落っこっちゃってよかったのか。なんか汚くなってそうなんだけど。あ、一応大丈夫だ。アンティークパイプからの、また奥にあるな。ん？どうやって行くんだ？行けなくね？一回登んなきゃダメか。見えたな。これはちょっと銃でやっちゃおう。結構パニッシャー結構ハンドワンな。え、ちょっと待って、どういうこと？スコープで。もったいないけど確実に。で、ああ、あとこっちか。どこだ？下とかにあるか。ちゅうよ、めっちゃ転がってっけど大丈夫か、レオン。あった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 。これはナイフでいいでしょう。切れん。え、マジで？そんなんある？じゃあボルトでいこう。はい、ボルト。ちょっと待って、これボルト一回一回こうやって回収しなきゃいけないの超めんどくせえんだけど。なんなんマジで。からの、お、ピース B。いや、来てよかった。マジで。ピース B はでも乗っか、あ、なんか知んないけど、ライフルの弾がある。ボルトどうしよっかな。ここら辺はもう取ってあるさ。ヘビがいる。いや、でももうヘビはいいや。ライフルの弾だけちょっと回収したいんで、あれ、どっから来たっけ？なんか飛び降りちゃったけど、飛び降りちゃったから、これこっちから行かないといけねえじゃん。地形を覚えるのにも役立つな。こうやって安心してできるよ。2周目とかやった時ね、地形を覚えてた方が絶対楽だから。帰りのルートとかね。じゃーん。で、ここでしょ？どれだ？これか、ライフルの弾。まあ、いっか、ちょっと、あのボトルのやつは、いっかな、回収しなくて。卵使うのは、ちょっともったいないからな。あれ、どっからどう来た？こう来て、こっちに来て、で、左に行って、帰りますと。で、帰りにまた武器商人のところに寄って、どっから来た？あ、こっちか。六角ピースは別にアイテム欄を圧迫してるわけではないので、大丈夫だな。多分あと一つだな、そうすると。いや、やっぱりアタッシュケース最優先事項だな。で、パニッシャー売るか。もうちょっと武器が圧迫されます。スキネで何個だった今？4つだった。アタッシュケースいけんな。 OK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  ガチャ。
何これ。ケースカスタマイズで変更できる。へえ。An interesting choice. I mean it in a good way. Of course. アンティークパイプ売却専用。で、あれ？ケースさ、さらに拡張できるやんけ。ボルト用マインがある。ガンパウダー、マイン使えるようになるんだ。セール 20% オフ、いいな。ちょっと待って、まずこれで、これちょっとやっちゃおう。じゃあこれでさ、どんくらいになってる、あれ。なんかあんま広がった、横に広がった、横にも3000になっちゃったよ。ただ金がで、これってなんか預けられたっけ、武器入れ替えて。あー、じゃあパニッシャー一応預けられるは預けられるんだ。どうすっかな、ちょっと売ろう。これ全部6個売っちゃおう。ウィンガちゃん、パニッシャーも売ってもいいと思うんだけどな。でちょっと改造するのは、まずこれの装填数8000円だからいける。これも今装填数がないから売りいけるでしょ。で4000円しかない。あ、装填数増えない、何今回そういうシステムか。装填数上げれば装填数回復してたのに、今までそう甘くはなかったか。パニッシャー売っちゃおう。12600円はでかい。でそっからレッドライン、まあ、威力重視はやっぱでかいよね。15000円か。だったらまず装填速度も重要だし、連射速度も重要だよな、ハンドガンは。 OK、 じゃあこれでいきましょう。ちょっと待って、ハンドガンが装備されてない。ショートカットでここ、じゃああれだよ、武器詰めとかないと今のうちに。でこっちも詰める。これでちょっと空いたか。うん、少し空いたね。であとすいません、行きたいのがこの上のところ、少し回収したい。祠のところとか回収できそうな気がするんで、ちょっとボートに乗って上のところに行きたいと思います。到着で、ハンドガンに切り替えて。めちゃくちゃ視界が悪いな。っていうかマジでこれどこだ？鍵のかかったタンスは無理なんだよね。しかも敵の声がするし。蹴り殺す。まだ生きてる？あ、生きてない。ちょっと待って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 。これが開けられるかどうか。それだけ見たい。開く。おお。なんだ？ゴレンバンクル。まあまあまあいいのを手に入れた。あとこっちにトレジャーがあるんだよね。これなんだ？あ、紋章のついた扉。来てるか。ほら、なんか死んでんだか死んでないんだかよくわからん。ほぼ、また生きてる。ほぼ 100% の確率でアイテム落とすかな、敵は。ん？ちょっと待って、どうやって行くんだ？この家の中に入るのか。え？逆？どうやって来たっけ？つけて。
ここあいつが閉じ込められてたところ、もしかしてこれはだって小さな鍵でしょ多分。これそうだよね、なんか変な写真で、そしてあ下まで降りなきゃダメか。ん、これは、あこれか、石石の指輪。結構いろいろあるな。売却専用、売却専用、これも全部売却専用か。まあまあまあ、でもいいでしょ。これもちょっと鍵のかかったタンスは取れないから、あと祠系だよね、ここら辺にあるやつ。これもそうか、多分取れるようにはなってるけど、ちょっとそこまでさすがに戻る気はないんで。石の台座は多分まだアンティークはめらんないよね。まあちょっと戻りましょう。ちょっとこれはめよう。 あと1個だねやっぱり。というわけで戻ってきました。ロケラ8万円で売ってんだけど。マジか、そんなに金はないぞ。全部売り尽くせばあれかな、ゴレンバンクよりも高いしな。まあ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 、まだちょっといいや、取っておこう。 TMP、 そっか空いた分だけ TMP やるのありだな。ちょっとバンクルだけ売って、でその金で TMP 買おう。数の暴力、まあ、ちょっとでかいけど、アタッシュケースのサイズもアップしてるんで、まあ一回ちょっと整理しよう。こんな感じか。 L って何が作れるんだっけ。あ、サブマシンガンも作れるのか。ライフルとサブマシンガン作れるのか。ボルト、あキッチンナイフとあれで違うんだ。いやでもコンバットナイフはさすがにもったいないだろう。3プラスって何。まあいいや、サブマシンガンの弾も作れるから、まあちょっとこれは置いといて。よし、全然ちょっと探索会になっちゃいましたけど、まあ一応準備ができたんで、じゃあ次回はここの下ですね、ここを目指してちょっと行きたいと思います。宝石も1個あるんで、まあここに上陸っていう感じですね。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。セーブしよう。